激辛ジョニーです。今日もみんなの主に火をつけちゃうぞということで、今夜もやってまいりました。今夜は調布にあるカフェ&キッチン向井さんに来ております。どうやら話を聞くと、ここに死神ハンバーグと言われる辛いハンバーグがあるということで、今日参りました。辛さの源はハバネロとデスソースを使っております。その通りヤバそうな感じがするので、今日はここにチャレンジしていきたいかなと思います。それでは早速いきましょう。レッツゴー。そしてこれメニュー見てほら、向かいに来たら激辛メニュー死神ハンバーグと、一応これね、説明書きにはこれチャレンジメニュー、20分で完食で無料と、お食事券1000円分贈呈となっているんですが、今現時点ではもうこの、キャンペーンはやっておりませんけども。来ました、こちらが死神ハンバーグ。おー、刺激臭が、おー、さすがだぞこれはね。ちょっと周りに、あ、すいませんね、ちょっと辛い今メニュー、はい、死神ハンバーグと言われてたんですけど、死神ハンバーグと言われる。あ、じゃあ一応20分じゃ、はい、完食できたらお食事券は私は。あ、本当ですか。あ、じゃあちょっと今回特別に普段やってるんですけど、まあ20分以内食べ終えたらお食事券がもらえるということで、ありがとうございます。スタート、いただきます。さあ、死神ハンバーグさん、お手並み拝見ですよということで、20分ですからね。ちょっとまずパスタの方からいってみましょうかね。うん、あ、パスタももうすでに辛いですね、これ。おいしい。わかります。ものすごい刺激臭がします。もう肉厚、ジューシーですね。はい。ちょっとこれをいただきます。デスソースの風味はしますけれども、このハンバーグ自体の肉の旨味がデスソースの辛みを上回ってきます。非常に美味しいです。これ上にかかってるの全部、これ赤いの全部これあれですよね。赤いのデスソースです。そうですね。うん、うん、そしてここには唐辛子がちゃんと入っていると、しっかり辛い。わかりますね。大丈夫。ね、あ、そこの豚肉があります。このハンバーグにパスタは必須ですね。あ、わ、初めてかもしれないですね。デスソースを加えた料理でこんなに美味しい料理は。あ、しかし辛いぞ。うん、さすが。駅前に走ってデスソースの破壊力というものはなかなかのものです。あ、もうこの朝の料理ですよ。ご飯が欲しくなる。完食しました。5分。はい、5分で完食ということで、ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表をしていきましょう。キッチン&カフェ向井さんの死神ハンバーグ辛さレベル、じゃん、じゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。はい、あります。まあ、このデスソースを使った料理の中でね、一番結構美味しい、もう一番美味しかったんじゃないかっていうぐらいね、美味しかったですね。ハンバーグ自体が非常にね、このお店の売りみたいなのでね、ハンバーグの肉の旨味がじわっと広がった後に、そこにデスソースの辛みが一気に押し寄せてくる、とんでもねえメニューかなと思います。この通りね、もう汗も、カプサイシン効果で汗びっしょりですけれども、ああ、ありがとうございます。はい、今年中にね、はい、せーのお食事券をはい、いただいたんで、はい、年内にね、じゃあまた普通のハンバーグでも、はい、いただきたいと思いますけど、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter の方も、更新してますので、もしよろしければそっちの方もフォローよろしくお願いします。死神ハンバーグ